はい。えっ、ー、と、そうですね。はい、でも、コロナ禍っていうことを、すごくいい意味で忘れた瞬間もありましたし、あの、何ですかね、時間の流れ、時間軸が結構長めに、何て言うんですか。 なんて言えばいいの長い期間の話そうそう、6年間の話なのでね。になっているので、はい、はい。その、昔から、昔から6年前から今にかけて、そのみんなの,あの生活の仕方も変わったし、そういうところも、あの、いろんな人間関係にも関わってきてるような気がしたので、うん、なんか、感慨深いなって思いながらやってました。<laughs> And so um I sometimes in a good way forgot that we were living in these COVID nineteen times because I think this film uh has a long span. So this 自分の人生、自分の過去、自分の記憶、そういうものに触れる機会がやっぱ世界全体で多かったと思うんですね。時代の変わり目に。やっぱりそういうことについての、あの、映画になるように、えー、たくさん、まあ、松井さんともそうですし、えー、スタッフとも、えー、みんなで、えー、自分たちのその、人生の記憶を持ち寄って、あの、 過去にいろいろあったけど今は大丈夫だっていう映画になればと思っていました。